じゃあ続きからいきましょう、うん、まずは、うん、順番的にはガルさんから、はい、フリーだね、はいはい、うん、どうするか。じゃあまずその拳銃を売ってる店を探す。拳銃を探すよね、はい、で拳銃を探すのに、どうするか。かそうですね、まあ一人聞くか。 OK、 じゃあ聞き込みみたいな感じだね。はい、通行人に銃のある店を探す、まあ、聞くことができる、はい、ので、うん、あなたは通行人に、この辺に銃を売ってるガンショップはないかと、はい、尋ねました。はい、使う、まあ、技能は特に今回は必要ないでしょう。通行人はここから 100m 先に行ったところに、はい、ガンショップがあると教えてくれました、はい、じゃあ行きますね。 OK、 でそこに行って、店主から銃の提示をされました、はい、まずは予算はいくら。35ドルでしたっけ。そうだね、35ドル、マックス35ですね。35ドルで、35ドルで買える銃となると、うん、悪さは PP とかあの辺が35ドルぴったり、弾丸は6発おまけでつけてやると。6発か、まあでもしゃあないか、買いましょう。武器として悪さ、弾丸は6発、ダメージは、素手だと1ダメージの 3ダイスのところを6ダメージの3ダイスにしましょう、はい、じゃあここで、ガルさんはまず武器を手に入れたと、はい、いうところで次がカルティ、うん、お、俺か、うん、いくよ。カルティが緊急キットみたいな、まあ、そういう医療系を探したいと、ね、包帯とかを探しに行きたい。そうだね、うん、ここで、まあ、こっちも変わらずやっぱり聞くしかないよね。まず、まあ、その手当てする店、まあ、うん、薬局、薬、飲み薬よりも、うん、あ、いや普通に薬や薬局あるか聞こう、ね、通行人に、うん、OK、 じゃあ通行人に、はい、この辺に何かないかと。いやでもね、うん、俺はあえてお っちゃんに話しかけない。お姉さんに話しかける。さっきぶん殴られたからな俺。ああそうだな、ぶん殴られたから、傷があるからな、うん、傷があるから、うん、そうだな、ちょっとできれば、うん、お姉さん、なるべく若い。なるほど、うん、じゃあ年の頃は16から18ぐらいを狙っていこうと。いやいや、それも良くないな、でもできれば、はい、あのまあ20歳前後がいいかな。20歳前後がいい、うん、そうそうそう、あ、じゃあ20歳前後ぐらいのお姉さんをに声かけて、声かけたいと。そう、お給料手当とかを売ってる店どこかって、知らない、知りませんか。じゃあカルティは、うん、まあ、屋敷の前で、うん、まあ、通行人を待つと、うん、ただ20歳ぐらいのお姉さんが、うん、この薄ぐらい滅んだ屋敷の前を通ることはあんまりない、うん、ので、1時間少々そこの大通りの前で待って、お姉さんを探すと。
え、はい、ただなかなか見つからない、はい、見つからない、はい、近所の主婦だろうか、主婦同士の井戸端会議で、うん、最近あの薬局の塗り薬がよく効くという話を聞くことができた。うわー最高。どうやら薬局は近くにあるようだ、うん、ここから50メートル行ったところを右に曲がるとあるらしい。おう行こう。なるほどね、50メートル行って右行くとある。じゃあ行くしかないな。行こう。じゃあ薬局に向かおう。向かう。レッツゴー。うん。テック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 。いらっしゃい。おーし。なんだ暴風一人で。ああいやこんにちは。おうこんにちは。いやちょっと薬が欲しくて。薬？何の薬だ、はい、風邪薬か。まあそうだな、塗り薬というか傷に効く薬。傷？そう。なるほど。要は擦り傷や切り傷っていうような傷の方。そう、ああそうそんなのが欲しいかなって僕思ってて。そう、 うちだったら今用意できるのはこの消毒薬と包帯ぐらいしかねえぞ。おお、消毒薬と包帯。え、それは消毒薬はいくらなの？消毒薬がうちじゃ今5ドル。5ドル。包帯は3ドルだ。包帯が3ドル。ああ、なるほどね。いや実はね、さっきちょっとお母さんが怪我しちゃって。おう。そう、まあ、それ買っていきたいんだけど、うん、まあ、その時にちょっと僕の弟もちょっと怪我しちゃって、うん、一緒に手伝いしてたら、うん、だから、まあ、できればその予備分で 2,3 個ずつ欲しいなと思ってて。はいはい。そうだから、まあなんつうんだ、包帯が1個3ドルが3個だと、9ドル、うん、で傷薬が塗り薬が消毒液が5ドルで、うん、15ドルで24ドル、うん、これセットで買ったら安くなんないかな。うちはそういうのねできないんだよ。うちチェーン店だからさ。いやーそこをどうにか、そこをどうにか。気持ちはわかるけど、マミーのためなんよ。親が怪我したんだったら、うん、うちのすぐ裏に病院があるからそこに連れて行けよ、うん、いやいやいや、そこまでの大層な怪我じゃないから。病院の方が安いんだよ、保険聞くから。保険？いやいやいや、保険なんか全然持ち運びできる方がいざという時にさ役立つから。病院っていちいち行かないといけないじゃん。わざわざ歩いて行かないって。で仮に足とかだったらさ、怪我するね、怪我したらさ病院まで足運ぶなんて難しいから、ならその場で治せるとかの方がいいじゃん。まあどっちにせよ、うちはチェーン店だからそういう負けるってことはできないんだよ。なあチェーン、買うなら買う、買わないなら買わない。あー、どっちか発注してくれ。仕方ないな。じゃあ弟と母親の分で2個ずつちょうだい。前通り 16ドル。じゃあ所持金が19か、残り19ドル。なあたくよ、クソジジイ。おい、聞こえたぞガキ。何のこと？何のこと？じゃあこれで消毒薬が2つ、うん、それと包帯が2つ。ほうほうほう。ちなみに、うん、なんかこうなんつうんだよ、じゃあそのあくまでまあ情報をちょっと欲しいなーって思ってて、あ、そのなんかこう
情報というかその回復薬じゃないけど、うん、そのなんつうんだろうな、なんか悪魔払いみたいな、悪魔余計みたいな、なんかなんか道具とかないかなとか、まあはいはいまあ、それを要は薬局の人に聞くってこと？そう、薬局の人にそのね、負けられないんだったらじゃあ情報だけでもなんかね、2個分買ったからちょっとお願いできないかなって。まあうちはあいにくそういうのは扱っちゃいないけど、うん、そういうのだったらまあ教会に行けば、お、何かあるんだ。教会行けばあるんだ。ああ、ありがとうクソジジイ、じゃあ行くね、バイバイ。おい、聞こえたとか何のことかな何のことかな。オッケー、じゃあ教会に、うん、あそこの瞑想チャペルっていうのが昔あってよ。おうおうおお、瞑想チャペルね。そこのチャペルの教会跡地なんか行けば何かあるかもしれないな、うん、教会跡地に行けばいいのね。え、じゃあその教会に、普通ある教会じゃなくて教会の跡地に行けばいいの？行けばいいのっていうのおかしいな。え、行きます。オッケー、じゃあ、次ここでカルさんとカルティのターンが一旦終わりにしようか。オッケー。でカルティは、木曽チャペルか、木曽チャペルの教会土地、うん、に向かうと。オッケー。でカルさんが一旦銃を手に入れたところだね、うん、はい。でどうするかか、うん。で、モチドックが病院に搬送されて意識不明の状態で、うん、モチドックのターン。城之内くん城之内くん、あなたは今病院の手術室に麻酔を受けて手術を受けている最中、当然意識はない。だけどあなたの育ての親であるおじいちゃんのお父さんか、お父さんの姿が頭の中に思い浮かぶ。おお、ダディ。お父さんは川を一枚隔てて向こう岸からどうやらあなたを追い返そうとしているようだ。おう、あなたの反応はどうしますか？ターン、じゃああっち行けって言われてから、あっち違う、逆の方向行こうかな。後ろの方に帰る。はい。モチドックはここがこの世ではないことをなんとなく直感で知り、後ろの道を下がっていく。どうやらそこには先が見えない長い道があるようだ。この先に一体何がつながっているかはわからない。ここでダイスロールいきましょう。あ、まあ、ダイスロール。もともとあった、幸運値55、はい、いや違うな、これは精神力を使いましょう。精神力の55、はい、成功確率は 55%。 55% ラックはもうありません。いきます。はい、4。おお、4た、4はクリティカル、やばい、完全復活じゃん、しさんさんこれおお、ちょっとあれですね。あなたは目を覚まし、お、医者からは手術はうまくいったと。おお、もともとの傷は、太ももに刺さった切り傷からの、出血多量だったが、運よく君の血液型に、適合する人がうちの病院の病院の中にいて、すぐに輸血手術をすることができた。もともと大して深い傷じゃないから今回は、少し安静にしてくれればすぐに動き出すことができるだろう。わかったということで、モチドック残りライフが、はい、5で復活。おおってことはマイナス8でいいのか。そうね、俺はターンエンドか、これで。そうだね、もう下はこれターンエンド。じゃあ次がガルさん。
はい。どうするか。とりあえず、まあお金もなくなっちゃったし、うん、屋敷の前に帰るかな。OK？ うん。じゃあ屋敷の前に戻って、まあ、100m の距離だからな。とりあえずはまだもうちょっと動けるな。はい、動いてもいいし、止まってもいいし、これは。一人で入るのはちょっとやばい気がするな。じゃあ、病院に行って、まあ、もちさん迎えに行きつつ、うん、あの、やべえこと言ってたおっちゃんの様子とかも見てみようかな。ああ、なるほど。いいでしょう。じゃあ、もちドックが、手術を受けたと、はい、ところの、ロックスベリーサナトリウムの、はい、病院に向かう。はい。あなたは今病院の前。おお、はい。会いに行く人物としては3パターン。はい。まずはモチドック。はい。それと、何か聖書を手に持って叫んでいたお父さん。うん。うん、それと、なぜか妙な存在感を発していたお母さん、はいはい、その3人がいます。いや、倒し方知ってそうなお父さんだったからちょっと詳しく聞きに行きたいな。じゃあお父さんでいい？はいはい。あなたはお父さんのいる階の病室に向かいました。はい。そこには階段を上る途中から何か叫んでいる声が聞こえる。おう。それは階段を上るにつれてはっきりと聞こえてくる。己の武器によって悪魔は滅びる。おう、ああ、言ってた。どうやらその言葉をずっと叫んでいるようだ。己の武器の意味を詳しく聞けるのかな。話通じるならちょっと会話をしたい感じですね。お父さんの病室にこのまま向かうと。はい。はい。じゃあガルさんはお父さんの方に向かって詳しく話を聞き出そうとする。相変わらずお父さんは聖書を手に持ち、己の武器によって悪魔を滅びると叫んでいる。はい。ここで、さらなる情報を聞き出そうとすると、はい、使いそうな技能としては言いくるめかな。言いくるめれるんかこれ。成功率は 80%。ただ、80やったら、はい、今回は相手が俺の話をまともに聞いてくれるかどうかは分からない。そうですよね。なので、成功確率は、そもそも、言いくるめ、相手が自分の話を聞いてくれないと意味がない。確かに。話なので、これはエクストリームっていう難易度。ありがとうございます。ノーマルが75、今ね。はい。ハードがその半分、2分の1。ああ、はいはいはい。エクストリームは5分の1。おお。成功確率が75割る5。5、15。無理か。いやでも、15。成功率は 15%。振ってみるか。100面ダイス、はい、100面ダイス振ります。え、1成功、しかもクリティカル、マジすごい。俺はすごい。100面やってるよ、100面やってるな。あなたは、お父さんに叫び通しているお父さんに、はい、一体あなたが言っている言葉の意味は何なんですかと、うんうん、そう問いかけた。そしてお父さんはナイフを、ナイフが、おう、そうつぶやいて意識を失った。おう、はい。そこまで、ガルさんのターン。はい。次がカルティ。はい、やっと回ってきたか。やっと回ってきたな。カルティが、木葬チャペル、あれだね、教会跡地。うん。に向かうと、向かうとかね。うん。はい。じゃあ、そのままカルティは、教会跡地に向かいました。うん。古びた教会の残骸は、
曲がりくねった薄汚い通りの突き当たりにある、はい、雨風にさらされ続け、草木が生い茂っているため灰色の瓦礫は建築物の壁や土台の跡というより自然の石のように見える。カルティは崩れかけた壁のそばを通りかかる、はい、壁には白いペンキで塗られた記号があり、これは明らかに最近になってブラシで描かれたものである。ほう、その記号は3つの Y が三角形を形成している。3つの Y が三角形を形成している、うん、はい、うん、Y の2つの頂点が両側にある別の Y の頂点と接する向きで配置されている。こうやってできた真ん中のスペースにはじっと見つめているような目が書き込まれている。へ、うん、ちょっとね、今送る。あ、待ってます。ああ、なるほどね。あ、そういう Y ね、うん、3つの Y が中央に向かって、はいはいはい、うん、はい、カルティが、うん、記号のそばにいる間、うん、額の中でうずくような感じがし始める。額の中で、まあ頭がちょっと痛いような頭痛とは違うんだけれど、うん、なんか鈍い違和感、頭の中になぜか違和感を感じる。で、ふとその記号の元から離れるとうずきは止まるようだ。ほう、どうするか。そうだね、ここで、うん、じゃあ、もう近づいてじっと見つめる。ちょっとね、うん、あ、うん、はい、ね、ここでは、うん、キャルティができる、うん、あ、選択肢があるの、ちょっとあるね、これは。あ、オッケーオッケー。まず教会の、うん、まあ、残骸を調べて回る、うんうん、または周りの風景を見てみる、うん、または、あ、または、うん、その記号に対して近づいてみる。じゃあ3番で記号に近づく。記号に近づく、うん、じゃ記号に近づきます。はい、近づいちゃった。やはり近づくたびに額の中で、うん、うずくような痛みのような違和感があると。どうしてもやっぱり頭の中に違和感がどうしても出てくる。終わり。ああ、どうしよっかな。とりあえずその場で魔漢光殺法の構えするかな。冗談だとマジックポイント強くない。じゃあそれでも何も起きないんだったら、とりあえず瓦礫を探索しようかな。瓦礫を探索すると、うん、瓦礫を探索することにした、はい、でとりあえず周りあたり一面を、うん、まあ探索というよりかはまずは散策的なイメージ。探索どっちでも、はい、イメージで歩いてみたと。はい、チャペルの周りをうろついてみても、うん、見つかるのは、うん、花崗岩のブロックや半分焼き焦げた古着、うん、古着や古木か、古木、古い木って書いてね、うんうんうん、古い木、かなり昔のゴミといったものばかりである。なるほどね。ここでただ、うん、あなたは自分の立つ今の地面に少し脆くなっているような床板があることを発見した。ほう、あ、なんでこれなんか床もろ、めちゃもろ。はい、じゃあ、え、いい？これの番。そうだな、ここはもう一回カルティの方に行こう。選択肢系？選択肢だね。ここでは選択肢はねえな。ほんとね、幸運って書いてあるな、もうこれ。20しかない、使っちゃったって。これは、
もう幸運って書いてますね。いや、20%。 いや違う、20%。いや、20だね、20%か。20%、うん、マックス 20%。 あ、まあ振るしかないや。そうだね、一応書いてるからね、これどうしようもないね。どうぞ、幸運でロールしましょう。マジか、じゃあまあ振るよ、じゃあ。うん、いい、振るで。 OK、 いきます。20%。まあ44だよね。まあ44だよね。で、44で1回失敗なんだけれど、うん、もう1回ここでは許されてるのが、うん、跳躍っていうスキルが、初期値 20% であるんだよね。ほう。その跳躍を使ってもう1回ロールしてもいい。跳躍、これか。うん、20% やる初期値がこれ。いや、なんか怪しいな。跳躍でしょ。あえてなんでここで跳躍ってのが気になるけど、まあ振ってみた方がおもろいから振るか。振ります。はい、77。両方失敗、ね、そうなんだよね、77なんだよね。まあファングルではないから、まあまあいいでしょう。じゃあとりあえずあなたは床板を発見したが、うん、その床板は、あなたの重みによって崩れ落ちてしまった。サイズ低いんやで、わし。落下したあなたは、はい、耐久力に6面ダイス1回分のダメージを受ける。耐久力はいくつだ、これ。今10かな。 10? HP のこと。 HP に6面ダイス振るのね、うん、そうそう。6点エングいきます。はい、4。うわー、きつい、痛いって、めっちゃ痛い。これで、まあ、残りでやったら6かな。じゃあマイナス5かな。うわー、えぐ、痛い。うーわ、こんな痛かってん。はい、そしてあなたは落下した衝撃で、うん、自分の持ち物がなくなっていないかを確認することが確認する。はい、落下した状況、もう一回ちょっと、ね、これを詳しく説明すると、はいはいはい、まず床板が崩れましたと。崩れちゃった。うん、で、地下3メートルまで落下しました。うん、地下3メートルで、うん、カルティが落下した場所は、はい、地下の中でも他の部屋とは隔離された部屋になっているようだ。もともとあったはずの部屋へ降りる階段は数トンはありそうな瓦礫に埋もれている。死ぬて、うん、はい、部屋にある棚のそばにはボロボロの絹のローブをまとった骸骨が2体横たわっている。おそらく警察から隠れていたものの火事に巻き込まれて死んだのだろう。よくわかったな。はい。はい、はい、じゃあここで持ち物チェックで、残り今19ドルと、うん、持っているのが棍棒と、まあ医療系だね、消毒薬、包帯がニコニコ、うん、これをどうするかな。母国語で振っちゃダメ。ダメだろ、母国語はダメだろ。しかも振ってねえしてろ。8じゃある。え、嘘、8じゃある。結構初期値が高い。ああ、初期値の方か。あ、そっかそっか、初期値80かな。じゃあ今回は、うん、サバイバルにしようかな。いいの、だって知識やで。いいの、やっちゃうよ。50あるよ。それで 50% でダイスロール。え、それ1個ずつってこと？全部？いや、うん、まとめて。とりあえずまとめて。まとめて一旦。うん、OK。じゃあ、じゃあ100で振る。うん。ね。じゃあ、引きまーす。あ、もう最悪。76。失敗。あー、何なくなんだよ。金だけはやめて。はい。あなたは落下の衝撃によって、うん、ポケットの中身、そして持っているバッグの中から物を落としてしまったと。はい、ただどうやらお金は、
すぐに見つけることができたが、よし、最悪まっ帰ろう。瓶に入っていた消毒薬の一つ、それと棍棒は、それぞれ壊れてしまったようだ。こう、まあ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 、まあ、よしとしよう、よしとしよう。なんで、棍棒がなくなったのと、うん、消毒薬は1個しなかった。はい。いうところにして、一旦ここで持ちドック。ああ、はい。はい。じゃあ、持ちドックは今、傷が治って、耐久力5の状態で、病室のベッドで、うん、一応動ける状態ではあると。なるほど。うん。でも場所わかんないよね、動くにしても。屋敷に戻るぐらいしかないのか。うん、そうだね。持ちドックのポジション的には屋敷、病院、それと公文書館。あとは、まあ、そのぐらいしか知らないか。あとは最初にノット氏と会った喫茶店か。ああ。そのぐらいしか建物の、まあ、場所はわからない。し、今、持ち金ないんだよね、確かに今ね。たさまでな。っていう状態です。まあ医者にどういう状況かまず状況を聞こうじゃんか。おお、医者に聞くと。はい。じゃあ医者に何をどう聞く。いや、なんで俺は病院に運ばれたのか、そして一緒にいた二人は今どこにいるのかを聞く。うん、なるほど。じゃあそれを医者に聞くと。医者の人が。ここにはなんか初老の男性が君のことを運んできてね。はい。いや、最初にまずは、あ、じゃあ、最初に初老の男性が私のことを連れ出してきて、はい。あの、神戸区屋敷っていう、地元でも結構有名な屋敷なんだけど、あそこの玄関前に君が倒れているっていう話を聞いて行ったんだけれど、うん。そこに君が倒れていて、私があの時バタバタしたまま出ちゃったからね、十分な、治療するためにはこの病院に来るしかなかったんだよ。なるほど。だけどあの二人は君を置いてすぐに、あの初老の男性はすぐに出て行ったから今はどこにいるかわからないよ。わからないのか。あの小僧はわからないか。小僧、それはわからないな。わからないか。じゃあちょっと一旦屋敷に戻るか。OK、 じゃあ屋敷に戻ると。じゃあ一旦屋敷の前でまた着きましたと。はい。屋敷からも、まあ、もう一個何かアクション OK。 どうしようかな。勝手に入ってもな、どこにいるかも知らないんだもんね、二人のこと。うん。じゃあ入るな、俺だったら多分中にいるんじゃないかと思って。なるほど。じゃあ中に入ると。中に入り、そこにはあなたが前回見たあの屋敷の姿が嫌がおうにも思い出される。はい。地下には行ったらまたあのナイフが襲ってくるのかもしれない。いや、地下だけとも限らない。こんな不気味な屋敷に俺は一人で今いるのかということをふと思い、小気度に1ダメージ。マジか。残り50かな。はい。玄関から入った姿は、前回も見た通り扉が5個、そして地下につながる階段と上につながる階段が一つずつあるようだ。うん。モンワンアクション。モンワンアクションある。うん。これは誰もいないわけだよね。誰もいない。今人、まあ、誰かがいたら何かが分かるはずだが、聞き耳とかでもいいのか、これは。あ、ここで聞き耳を使うと。はい。どこに使うか。
き耳となると、あの基本的には壁越し、ドア越しとか、あ、なるほど、窓越しとか5つあるドアのどこかを聞き耳してみよう一回。 OK、 じゃあ5つあるドア、まずは玄関から、すぐ両隣に1個ずつ、はい、そしてあ、まあイメージ的には入って玄関開けます、はい、通路がまっすぐ一直線あります、はい、左側に3個と3個ドアがある、はい、で右側には手前に1個そして奥側に1個の2個のドアがある。なるほど、うん、じゃあ一番近いところのやつを向かって右側か左側かなんじゃ。じゃあ左側で。左側、はい、左側の方に聞き耳を立てると、成功率は 50% いきます。はい、2。おお、成功。来てんだ。成功だ。クリティカルか。モチドックが、聞き耳を立てた部屋には、はい、物音はしない。はい。だけど聞き耳を立てている最中にどうやらドアが壊れていたのだろう。はい、そのままドアが壊れ、あなたは部屋の中へと入ってしまった。うわ、どうやらここは物置部屋のようだ、はい、この物置部屋は錆びついた水槽や古い自転車のようなガラクタ、さまざまな箱の類でいっぱいである。部屋の右端は食器棚だが、その扉は板で塞がれている。嫌な、嫌だなっていうところまでしようかな、もちさんは。はい、と次がガルさんにしようか。はい、病院ですよね。まあ合流するために帰るか。いや、もしあのお母さんの方の病院に行ってる、うん、ああ了解了解、人に会いに行こう。 OK、じゃあお母さんの方だね、に会いに行くの、うん、はい、あなたはその上階にいる、母親である方に会いに行った。どうやら自分の名前はガブリエラ・マカリオと言うと紹介してくれた、はいはいはい、先ほどあなたが出会っていた父親とは打って違い、どうやら意識ははっきりしているようだ、はい、ただこのガブリエラ・マカリオが言うには、私の夫はあの事件から人が変わってしまって、己の引きによって悪魔は滅びるっていうことしか叫ばなくなっちゃったのと、うんうん、いうことを語り出した。あなたはマカリオさんとなると、あの屋敷に住んでいたマカリオさんですかと尋ねた。そう、私たちはあの家に住んでいた、うん、あの屋敷の中には悪魔が住んでいる。どうやら彼女が言うには、その悪霊の存在を証明できる、いや説明ができるらしい。夜中にその存在が彼女にのしかかり、目を覚ますことが何回もあった。またその存在が起こったら、皿やその他の品物を部屋の中で飛び回せることもあったと。そしてその大体は彼女の夫であるビットリオ・マカリオに憎しみを抱き、怒りは夫に集中していたというところまで聞き出すことができた。はい、証明できるって言ってたけど、そういうことか。あ、証明じゃない、ごめん、証明じゃない、説明だね。説明ができる、うん、なんか具体的にどんな、なんか、悪魔なのかを知らないか聞きたいですね。使うスキル。はい。まあ、どうしようかな。言いくるめ？言いくる、あー。いきなり銃ぶっ放す？それは、6発しかないしな。じゃあ、言いくるめ。そうですね。じゃあ行きましょうか。はい。言いくるめ、成功率 80%。おー、はい。ダイスロール。はい。振り回す。はい。6? ああ、成功だね。それは成功。はい。うん。100分のダイスでこんなことあんねやっていうぐらい低いけど、さっきから。あなたは、この母親のマカリオについてもっと詳しい情報を聞き出そうとする。はい。
どうやらマカリオ家の、男の子長男かな、はい、は、ボルチモアにいる親戚の家に預けている。はい、ただこれ以上話したところで、母親は自分の息子を自分の手元から話してしまったことに深い罪を感じているのだろうか、取り乱してしまってこれ以上深い情報を聞くことはできないようだ。あ、なるほど。ただ最後にお母さんが言っていたのは、燃える目をした奇妙な男の悪夢を時々見たということをつぶやいていた。はい、というところまでかな。なるほど。あんまり情報増えかったな。まあ、ちょっと早くて今回ちょっとガラさん一旦これで終わりましょうか。はい、うん、オッケーオッケー。次がカルティだね。あー待ってましたね。カルティが今教会の地下だね。うん、いって、うわ、いってマジうわー、コンボ壊れたしよ、本当にビンも壊れてよ、どうしたもんかな、ね、本当に。ここで一応だけど、うん、落下ダメージっていうのが入ってるんで、うん、ここで応急手当などをすることは可能である。うん、手当しまーす。ただここで使う応急手当、うん、現状はまあ成功率は 50% で、うん、使うアイテムとしては、うん、前回なんか右なんか服一枚破ってるな。じゃあぶちる。服あれあれなんだっけ、右袖？袖かな。今まで右袖がないまま行動したもんだから、うん。今回はじゃあ右袖が今もうない状態だから、うん、まあ、左袖っていう自分の衣類を破いて治療することもできるけれども、うんうん、消毒薬1個と包帯2個っていうアイテムがあるので。うん、それを使って、応急手当をすることもできる。うん、もちろん応急手当で、消毒薬、包帯を使った方が成功した時の、うん、回復量は大きくなる。回復することはあるんだね。ということで。うん。そっか。じゃあ、まあとりあえずね、あんなマヌケマヌケよりもね、自分使った方がいいから消毒薬と包帯を使います。はい。はい。じゃあ使っで、はい、この場合は成功した場合回復する数値が大きくなります。おやったぜ。ただ成功率は 50%。 はい、それでダイスロール 50% ね、 OK、 うん、いるぜ。はい、振ります。はい、あ、もうやった 80% え？ん？あれ？ん？あ、61か、ダメか。うわぁ、61はダメだね。失敗。やってるわ、本当に。あなたは擦り傷に向かって、消毒液、そして包帯を巻こうと、使用したが、どうやら、上から落下した時に、うん、右腕を痛めていたらしく、消毒液を持つ手が滑ってしまった。あはは。消毒液が、残り1個も割れてしまい、え、何？じゃあもう全部、あ、そっか、そっか、あと包帯か、うん、割れてしまい、そして包帯はそのまま、包帯失敗せどういうことだよ、ちょっと待って、考えらんねえな。いや、まあうまく回らなかったんだろうな。どこに、どこに巻こうとしてどう失敗したんだこれ。まああくまでアイテムは使ったから出血は止められたじゃダメ。まあまあいいよ。まあ、ドットダメージじゃないってことでいいよ、じゃあ。よし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 。うん、包帯は残りは包帯1個だけってことでしょ、ね、うん。よし。で、もう一回ちょっと地下の状況から説明しようか、もう一回。うん、地下の中でも、うん、他とは隔離された部屋になっている。はい。うん、そして、部屋へ降りる階段もあるけれども、そこには数トンはありそうな瓦礫に埋もれているの、うん。そして、ローブをまとった骸骨が2体。うん、でこれは警察官逃げた奴らの死体であると。まあ、それは何とも言えないけど。
あとは、部屋の中には、棚があると。はい。うん。いうぐらいかな。なるほどね。じゃあ、俺のターン。はい。ドロー。まずは、棚を散策しようかな。棚。はい。うん、棚を調べる際は、うん、今回、目星をロール。目星。うん。初期値か。初期値いくつだったかな ?20 くらいじゃなかった俺。目星な。25だね。25か。まあ、振るっきゃないな。え、キャンセルできない？これはできないね。じゃあ、振ります。これは25で。10! あ、嘘、ごめん。おぉ。え、なんかバグってね。あ、52だった。失敗。めっちゃよくやったね。え、めっちゃバグってたけど。一瞬10って思った。あ、まあ52です、結果。失敗。で、失敗なんだけれども、今回は、プッシュっていうのができます。はい。要は、目星をもう一回使ってもいいと。うん。でも、半分になる。いや、今回は半分にはならないけど、失敗したら何かかしらはあるだろう。ああ、なるほどね。え、うん、これは、ああ、ま、じゃあ、どうしよっかな。一旦キャンセルしてもう一回散策っていうのは可能なんですか？ああ、違う方向に行くね。うん、OK。それは、え、その、一旦、その、やるミッションを放棄して、別のとこ行って、もう一回、棚っていうのはあり？ちょっとね、うん、ありそれはありじゃあ一旦キャンセルして、 あの骸骨の所持品とかちょっと探索したいからそっち行きたいな。じゃあ棚を調べるのは一旦やめて、うん、はい、まずじゃあもう一回できることは、うん、できる、部屋の状況か、うん、数トンはありそうな瓦礫の山、うんうん、それと、棚それと絹をまとった骸骨が2体、はい、うん、この3つです。そうか、まあ一旦、うん、骸骨いくかな。これも 目星。骸骨を、調べる。骸骨を調べる、うん、これもじゃあ目星だね。目星ね。25。うん、いきまーす。はい。87。失敗。失敗。今回はプッシュはないんで、うん、じゃあ見れない。では失敗で単純に調べられないってだけ。調べられないっていうか、ちょっとね、骸骨を調べようとしましたと。あ、調べようとした。ああ、うん、調べようとしました、はい、ただあなたがやはり12歳という年齢なのだろうか、うん、生の骸骨を見るのは人生で初めてだった。はい。調べようとしている最中に、骸骨の一体の右腕が崩れ落ち、さらさらと骨から粉になってしまった。コップになったのね。あなたはどことなくそれに恐怖を覚え、小気度に1のダメージ。うわー、30かー。もう減るんだね。じゃあ30か。これが30だね。怖えよ、怖えよ、コップになりやがって。いや、マジかー。じゃあまあカルティもう一旦行こうか。カルティもう一旦。じゃあまあ最後にじゃあがれき見るか。うわー、ちょっと骸骨怖かったしな。もうちょっと逃げ出したいからな。瓦礫見ようか。瓦礫を見る、うん、で瓦礫をどういうイメージで調べるか。要は、瓦礫、うん、瓦礫で数トン乗ってるんでしょ。そうだね、数トンはありそう。あるすんでしょ。だからこれをまず一旦出口確認して、うん、出口あそこか言って、うん、ああ、これどかすには結構大変だけど、そのなんつうんだろう、瓦礫を一個少しずつこうどかしてったらいけるかなみたいな。だから瓦礫を
少しずつ剥がせるかどうかの確認。なるほどなるほど、オッケーオッケー、うん、となるとサバイバルの方でいこうか。きたー 50%! 2V1 やろ、引くで、引いちゃうで、引くで。いいよ、今回はサバイバル 50%。 いくで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 。はい、92。今日1回も失敗して成功してないんじゃないか。もうやってるわマジで。やばい、ね、やばい、ね、じゃあカルティは、瓦礫の、うん、まずはあの細かい瓦礫から取り除いていって、うん、なんとか出口を確認できないかを、探そうとしたと、はい、そこで岩山を小さいものから取り除こうとした結果、うん、岩と岩の間に指を挟んでしまった。いって体力に1ダメージ。勘弁してくれよ。体力マイナス1やろ。5かな今。ふざけやがってよ。はい。そうだね。うん？6マイナスでしょ。6から5だ。5だね。うん。いたいたじゃあ一旦これで持ちドック。おい。あ、もがさ。あーゼロ。持ちドックが今屋敷の、中で一旦一部屋入ったんだよな。入った。そうね。オッケー。オッケー。はい。部屋の中の状況は、物置部屋だったと。はい。物置部屋は、水槽とか古い自転車とかガラクタ、またはなんか変な箱の類でいっぱい。はい、部屋の右端は食器棚だが、その戸は板で塞がれている。あ、食器棚の戸が。うん。なるほど。どうぞ。調べるのは、ちょっとなんかトラウマがあるな、これは。他の部屋行くのもありなのか、これ。OK。なんか食器棚に。なんか板が張られてただけ覚えとこう。いいよ、違う部屋に行くのは全然 OK。 じゃあ向かいの入って右手のドアをちょっと聞き耳してみようかね。隣の部屋とかね。うん、隣の部屋でいいよね。隣っていうか入って右、うん、ああ右はね。あ、 OKOK。 真反対のところ。あ、 OKOK。 真正面ね。真正面 OK。 そこに入ると思う。そこは、ここはリビングのようである。あ、リビング。うん、どこにでもある調度品が置いてある。ラジオや長椅子、そして安楽椅子など。安楽椅子なんてあれか、なんか下が丸いやつか。あ、あのギコギコいうやつ。あ、そう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 。あ、うん、棚には見かけ倒しの安い置物が並んでいる。持ちドックは十字架や聖母マリアの像などのカトリック教関係の品々が異様に多いことに気づかずにはいられない。なるほど、うん、十字架とか置いてあると。そうだね、十字架とか聖母マリアの像がいっぱい置いてあると。いや、なんか悪魔も、いや、なんかね、悪魔っぽい現象もあったし、持っとこうかな、それらを持ってるやつ。何を持つ。じゃあマリア像は持てないでしょ。持てる、あの、手に持てるタイプのよくあるやつか。これは手に持てますね。え、じゃあ十字架とマリア像持てるのかな。ただ、ポケットにはどうやら入らないサイズなので、手に持てるのはどちらか1個のよう。まあ、十字架かな。じゃあ、十字架の方で。うん。あなたは、棚の中から十字架を1つ手に取り、それを所持品とする。はい。その瞬間、地下の方からガタガタという物音が聞こえてくる。これはまずい。っていうところまで。OK。持ちドック、もうワンターン行ってもいいかな。もうワンターン行くか。もうワンターン。いや、ある方が多分きついんだろうけど、とりあえず。そうしたら、まあ、リビングもなんもないと思うんで。あ、ほんとね、リビングの隣にももう一個部屋はあるなっていうのは。また部屋があるのか。うん。リビングから連なって奥にってことだよね。そう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 。
じゃあちょっと開けます。ここはねダイニングのようだと。ああダイニング長いマホガニー製のテーブル、作り付けのサイドテーブル、はい、そして7脚の椅子が揃っている。そのうち3人分の席が整えられているものの使われた形跡はない。お、テーブルの上にはスープボールの中では、ライスとスープの残りが、腐ったまんま置いてあった。うわ、以上。あ、以上、うん、食べないと。いやおかしいやろポッケにポッケ入れないと。なんか調べるにしても俺はなんか技能持っているか。これ目星チャレンジ。目星にはいい思い出がないんだよなまあ目星するか。目星了解。成功率 50% か。 50% いきます。目星待って待って、はい。ダイニングの中だよね。はい。でダイニングの何に目星を使うかな。ちょっと一回決めよう。何に、うん、ダイニングの中全体っていうのはそれでもいいんだけど、はい、ダイニングの中のそのさっき言ったテーブルだったりサイドテーブル、そしてスープボールか、あとは椅子もあるね。スープボール別に腐った料理知られてもなあ、でもなんか薬が入ってる可能性もあるって言っても別にな、わかんないしな。うん、椅子、なんか3人分整えられてる椅子が気になるな、なんか。まあ椅子かな？椅子を調べよう。椅子を調べる。OK。じゃあ目星、ダイスロール。はい、3。成功。ああ、合ってる。3だよな。うん、3だよね。うん、合ってます。3です。やばいな。どうした？椅子を調べました。椅子は、はい、どうやら、マホガニー社製のテーブルと、備え付けで椅子もそれに揃えられているらしい。はい。ふと椅子を調べるのにしゃがんでいると部屋の奥にある扉がうっすら開いていることに気がつき、はい、あなたはそこの扉の奥の方に入っていった。はい、そこは、台所であった。ごく普通の台所である。はい、氷で冷やすタイプの冷蔵庫、はいはいはい、薪を使うコンロとオーブン、はい、そして小さな食料品棚がある。おお、その中にはどうやらまだ食べられるようなものもあるようだ。なるほど。スープや肉の缶詰、米、いろいろなパスタ、はい、自家製のワインが数本など、腐り果てていない食べ物は残された足跡から見てネズミに食べられてしまったようだ。なるほど。っていうところまでにしようかな。はい。うん。次が、待ってね。もちさんが十字架を1個持ってるよね。十字架。はい。OK。次がガラさん。はい。病院のお母さんのそうだね。そうですね。うん。もちさんの現在地を確認したいかな。てか、状況を聞きに行く、うん、というのは、もちさんがそんな元気になってるのを知らないから、さあ医者の方に行くってことね。そうですね、どうなってんのって、うん、じゃあ医者のところに行くでいい。はい、 OK。 じゃあ病院の中の医者のところにあなたは会いに行く。はい。自分が連れてきた医者だ、顔を間違えるはずもない。はい。病院の中を駆けめくり、あなたは医者に出会った。うん。この間ここに連れてきたモチドックってやつ、どうなったんですか？あいつ、手術は成功してるんだけどさ、まだ安静だっていうのに病院抜け出していっちまったんだよ。やべえやつやんけ。とね、奇跡的にあいつ、助かったっていうかさ、奇跡的に輸血がすぐできたからよかったものの、うん、あんな生き方らしてあいつ死んじまうぞ。確かにそう言いながら医者はかかとを返しあなたの元を去っていった。じゃあもちさんを探すのか、もう帰るかな。いや、
まあ、あくまで医者も知らないからね、持ち毒の居場所は。謎の追跡スキルで持ち毒を追跡できますか。おお、なるほど。なるほど。発想なかったな、それは。なるほど。いいね、面白い。そっか、あるもんね、50% いきましょう。50。じゃあ、振ります。はい。え、ちょっと待って、おかしい、これ。海なってるよな。1が出ました。1?6161 なんですか、今どこで。マジで。え、ガルさん、多分あれだよ、明日ミリオンゴッドうちに行った方がいいよ。行くか。わあ、すごいわ。1はクリティカルだね。俺もちなみに4、2、3できてる今。ああ、そうだよな。でも100面ダイスにちゃんとなんか1回切り替え直しても3だね。変わらず。うん、その分の仕業でカルティに行ってるもんな、今こんな。確かに。うん、じゃあ。ガルさんが、追跡スキルクリティカル、はいはい、ガルさんは、モチドックの入院していた部屋のベッドの方に行き、モチドックがここにいたという情報までは周りの、うん、同じ病室の人から聞いてきた、はい、どうやらあいつこのままじゃ終われねえっつってまた屋敷の方に行くみたいなことは言ってたよなって。おあいつ夜中一人でブツブツ言っちゃうよなっていう話を聞き、ガル猫はそのまま屋敷の方に向かっていった。はいはいはい。でもうちょい行くか、ガルさん。もうちょい行くか。うん。じゃあガルさんは、はい、屋敷の前に着くと、はい、扉が開いてある状態で、うん、屋敷の前に着くと、うん、扉が開いているのに気づき、もうもちろんとは一人で入っているのだろう、いるのだろうということに気がつく。はい、まあ、とりあえず中に追いかける、そうだね。まあここでもちろんと、ガルネコは合流と。おお、おうん、どこにいたの今まで。病院にもちさん探しに行ったはずやろに、なんか勝手に逃げ出してたから。ちょっと迷子になってたわ。依頼を達成したか心配してたんだけどな。まさか生き返るとは。はい、じゃあ、一回合流した、台所で合流したところにしようかな、じゃあ。はい。はい、っていうところで2人。ここで情報はこういう、こう、共有したってことでいいんですか？あ、いいよ、そこで。次がカルティ。いやー、ちょっとマジ出らんなくね？ここ出らんなくね？マジどうしたらええん？マジで。カルティが今きついね。どうしたらええんやろ、本当に。カルティ、屋敷の外でしかダメージ受けなくない？いや、そうなんだよ。確かに。そうなんだよ。すげえな。あーカルティ、とりあえず、いや、まだ続くしかねえもんな、さっきの地下の、あれを。もうちょい、地下、もうちょいどころじゃない、出ないとちょいどころじゃないから、もう骨、一緒に骨になるからな、あいつ。あかんって、これ。とりあえず、ね、瓦礫失敗して、怪我して、うわ、これ出らんなくね、まずいんじゃね、あいつらと同じになるのやでや。ってなって、とりあえず目星もう一回使いたいかな。目星オッケー。だって、瓦礫えぐいて怪我する。何に使う目星？とりあえず棚。オッケー。じゃあ棚に目星で。うん、行くで。いや棚。成功率25%。わあ、よい。うそだよ。99 あ、うまいな。ハンブルやこれはハンブルです。孤独死するぞ。カルティの俺やん。カルティ、目星失敗99。で、あなたはこの中で俺このまま死ぬのかもしれないという不安に襲われる。
小気度マイナス1。それだけで済むの？ただプッシュロールができます。プッシュロールね。うん、25でしょ。25。ファンブルででも3値下がるだけでしょ。あ、でもさっきは失敗しても下がらなかったから今回下がったのか。そう、あの、いや、プッシュ、プッシュ、いや、しとくか。プッシュしよう、するしかないよ。します。はいはい、知るんじゃないかな、でもちょっとということで振ります。81。分かって、もう高い数字しか出とらんて。失敗？失敗。失敗ね。オッケー。もう絶対優勝してるで。あなた、棚を調べようとして、下から棚を覗き込もうとしている最中に、地面に落ちている釘を踏んでしまった。いっと。耐久力に1のダメージ。いやいや。残り4。残り4。応急措置。応急措置します。あ、オッケー、大きいですね。はい、買い物行って、包帯使います。買い物、買い物行ったんですが、すべて失って。でも回復するんでしょ。あ、包帯回復するっけ今回は。いいよ、回復も OK、 許可する。マジで、うん、ただ 50%、 50%、ね、失敗したら回復はしないし包帯も失う。成功したら回復はするけど、まあ当然法廷も消費すると。OK、いくで。21! よっしゃ21、成功。よし。体力2ポイント回復しよう。2でいいの？ちょっと優しい。今回は6にしましょう。やったぜ。そしてドットダメージもなしと。よし。6。むしろプラスやん。で、消費、あの、アイテムがもうないか。じゃあこれで。ナッシン、金だけしかない。金しかない。19ドルか。しかないね。うわ。じゃあこれで、カルチーが多分終わりかな、じゃあ。あ、いや。一生出られへんやん。いや、マジで一生出られへんよ。じゃあ次が、モチドック。はい。と、ガルさんの2人か。今は、1階の台所で合流してるとかね。はい、オッケーです。いや、ここの食料まだ食えそうだから、ちょっと持ってこうよ。大丈夫か、それ。なんとかなる。なんとかなる。なんかポケットに入れられる食料と、うん、まあ、ワイン。ワイン？ワインも持ってこう。それ大丈夫。じゃあ、何を、お互い持ってく。何があるって言ったっけ。肉の缶詰と自家製のワイン。自家製って怖っ。の2つぐらいかな。肉の缶詰をポケットに入れます。じゃあワインを持っとこう。モチドックが肉の缶詰。逆の方が良くない。もしも武器ないしワインで殴れるかも。あ、じゃあ確かに。じゃあワイン持とう。じゃあ、待ってね。持ちとくワインね。うん。ワイン1本。はい。と、ガルネコが、肉の缶詰。肉の缶詰を1個ずつ、うん、持ちました。次。例えば、リビングにマリオ像があったんだよ。はい。で、十字架もあって、十字架は俺が手に入れたんだけど、うん。そしたら、地下から物音が、はい。で、もしかしたらあのナイフが怒ってるかもしれない。ああ。だから一応マリア像持っとくか、これ、カルさん。じゃあ、装備するか。マリア像を回収して、うん。残りの2部屋調べようかな。あ、なんか、ね、マリア像持つんだね。はい。ガルネコが持つ。なんか、木の蓋がされてるのは何やったっけ？の蓋、木の板打ち付けられてるんじゃなかったっけ。あ、その塔はあれだ、ね、あ、最初の部屋をね、最初の部屋だな、うん、あ、じゃあそっち行くか。そこ鑑定してみる。うん、お願いするよ。食器棚がなんか板でこう開けられなくなってるんで。ちょっと待ってね。一旦まずあのガルさんがマリア像を取ったっていいんだよね。はい。
はい。で、マリア像を撮った時にも、地下から物音は聞こえてくる。うん。ナイフ君かな。おそらく。ガタ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 と聞こえてくると。はい。で、まあ、さっきの部屋に戻る。うん、物置部屋か。はい。で、食器棚を鑑定。うん、鑑定。はい、OK。鑑定。何倍だったっけな。50。50。俺も鑑定言う方じゃないんけどな。まあ、君が言い出したことだ。逃げよう。いいでしょ。OK。OK、50% でダイスロール。振りまーす。はい。え、おかしい。え、ちょっと待って。2ですけど。さすがにおかしくないこれ。マジで？はい。すげえな。まあ、成功はクリティカルだね。ちょっと一回、なんか。いや、別に疑われるじゃないけど。いや。いや、いい。クリティカル。うん。棚を。と、調べたところ、はい、よく見てみるとどうやらその釘自体がもう錆びて腐っているようだ。おお。あなたがこの戸板を触ってみると簡単に戸を開けることができた。もちさんビビりすぎたんだよ。いや、君は運がいいだけだ。食器棚の戸をこじ開ければ、はい、丈夫な表紙の本を3冊見つけることができた。お、本を3冊。うん、本を3冊。これはどうやらこの屋敷の以前の住人ウォルター・コービットの日記である。なるほど。コービットの日記は英語で書かれているが、ところどころ奇妙な言い回しが見られる。おう、どうやらこの3冊の本をすべて読み切ろうと思えば丸2日はかかるだろう。以上。2日かかる。以上。どうする？まあとりあえずもっと行くか。もっと行くか、図書館パワーでなんかいい感じにするか。図書館パワーって何かわかるのか。わからん。振るのはありか。振るのはあり。じゃあ振ってみよう。振るか。じゃあガルネコ図書館。はい。90%。よし。じゃあ振ります。はい。あ、35。成功。どうやらこの日記の中にはコービットの行ったさまざまなオカルトな実験が示されている。ああ、それで訴えられたんだっけ。その中にはこの世のものではない悪魔を呼び出す術なども魔術の実験もあり、彼方への道を切り開く者、次元をさまよう者の召喚という名前の呪文もはっきり書かれている。ただこの本をすべて読もうと思えば丸2日はかかるだろうということに変わりはない。ああ、なるほど、うん、キーワードは出てきたけど全部読めたわけがないみたいな。うん、まあ、本持っていけるんか。持って行ってもしゃあないか。持ってってさっき言ってた狂ってんのか、あの夫婦は。教会か何かに聞くしかないか。ああ、悪魔のこと。はい。それが霊媒師とかいればいいけど、いないような多分。そうやな、勝手に見つかるはなそうやな。霊媒師、教会で解析してもらうか、あとの2部屋調べるか、どっちがいい。分かれるか。じゃあ俺が本を持っていこう。逃げた。え、信用高いんやったっけ。信用が高い。じゃあ走ってもらおうか。しとけ。じゃあ決まり。うん、じゃあもちさんが教会に行って、うん、俺は残って観察を続ける感じかな。まず物の動きとしては本3冊は持ちドックが持つとだね。はいはい。じゃあ
今ちょっとまとめると、十字架1個は、はい、さっきポケットに入れてるっていう話だったけど、あとワインか。はい。これはどうする？そのままに、そのまま持ってきたい。持てないもんね。ガルさんに渡してももう、マリアーズを持ってるから。ような気がするな。じゃあ、そのまま持っていく。持っていけるんだ。じゃあ、そのまま持ってって、十字架とワインと本、3冊。はい。は、十字架は首から、まあ、ポケット。ワインもポケット。はい。で、本は手に持つ。はい。感じだね。で、教会に向かうと。うん。はい。で、ガルさんの方は。とどまって、探索を続ける。OK。持ち物に変化がなしたね、じゃあね。そうですね。はい。OK。次がカルティ。いやー、来ましたね。進化系の。進化系の男。進化系の男は。なんとかこのアンダーグラウンドから、いやなんとかしないとあかんから、とりあえず瓦礫をどかしたいですよ、僕としては。瓦礫をどかしたい。オッケー、うん、なので、はい、これサバイバルじゃダメ？瓦礫を、さっきサバイバルだよね、うん、サバイバルで、うん、どうにか瓦礫を一気に崩せる、崩して登りきれる方法を探索したい。瓦礫の山自体はその、まあ上に繋がってる瓦礫だから、うん、なるほど、まあまあまあ言いたいことは確かにな、うん、そうね。まあまあ、じゃあ一旦ね、目星使おう。骸骨に。骸骨、オッケー。骸骨に目星を使う。オッケー。25%。いくよ。はい。ああ、34。失敗。ああ。なかなか。これ、プッシュなしだもんね。骸骨なし。特に何もないんだっけね、骸骨は。骸骨は特に今のところはないね。成功しないからね、まだね。じゃあもう一回、じゃあ棚に目星。ただ、骸骨にやはり近づいたってことで、正気度は失う。あ、1?28。残り。28ね。OK。うん。わっ。じゃあ目星を棚に、うん、行くよ。 OK。 あーもうダメだー。55。すごいな、失敗。これはもう一回、棚はプッシュできる。プッシュしないよ。そのはずがないよ。痛い目あったからな、釘あったもんな、あそこな。わっ、じゃあ瓦礫行こう。サバイバルで、サバイバルで、まあ、瓦礫ね。うん。で、50ね。50。ちょ、待って、ワンチャン幸運使う？ここで。いや、でも、ここで使うのはちょっと、もったいないから、いいや、50でいこう。2V1 やろ。50%いくで。はい。9！ よし！よし！やっと成功だよ、このバカ野郎がやんだよ。何本？ 9。おー、成功。9で成功。瓦礫を、まあ、除去していくと一筋の光が見えた。いやー、光ってる。あなたは体のサイズも小さいため、どうやらこの隙間から抜け出すことができる。うん、サイズ35。イエーイ。このまま、あ、これ40だったサイズ。このまま上に登ることもできそうだ。登ります。登るか。登っとこう。じゃあ上に登って地上と。地上です。いやー、マジきつかったなぁ。きつー。で地上に登って、はい、なんか他あったよな、なんか近いのがれ、なんか他あったよな、あの目と、もう一個はなかったっけな。
まあ今外で見つけたのはあの記号、あの目の目みたいな記号、目の記号となんか足ふにゃふにゃしてるから近づいてみたら落ちて怪我して出られなくてやっと出れたって感じだから、うん、そうですね。あともう一個なかったっけ、選択肢もう一個3個なかった。選択肢は棚、骸骨、瓦礫。いやいや、地上で、地上で。あ、地上のやつか。うん、だからその目のとこと、うん、ふにゃふにゃと、なんか 三択なかったっけ。あと、周りのあれ、あ、空を見るみたいな感じか。そう。空見ます。一旦空見ます。やることなくなっとるやん。まあね、あ、空見た方がいいかもしれないですね。空見ます。あなたは空を見ると、はい、さっきまで、うん、ずっと暗い地下にいたので、うん、ふと太陽の光が目に入った時に衝撃を受ける、うん、衝撃産地これ、どんな衝撃、インパクト、インパクト。これはね、これは衝撃と回復だね。え、マジ最高。いくつ？さっきまでの地下の閉塞感から解放されたという喜びがあなたの衝撃度を回復させる。いやー最高。プラス2ポイント。やっとさっきのマイナス分復活したんちゃう？あら、いや30だね。あ、1ポイントはあれか。うん、30。最高。でも結局この目のことを知らんからな。じゃあもう一回、じゃあちょっと目見て近づいていい？いや一旦地上で終わりにしよう。あ、はい、じゃあターンエンド地上で、うん、ここでガルネコ持ちどくでけど、ガルネコの方が行こうかな。あ、違う、持ちどくから行こうか。はい、これは今回持ちどくから、本を持ってで教会に行くか。はいはい。教会っていうのは跡地行っても人いないもんな。普通になんかカトリック教会的な感じのがあれば、うん、普通の教会の方に行くと。じゃあ普通の教会の方を、まあ、探して見つけましたと。はい、いうふうに、あなたはこの本3冊を手に持ち、教会に向かうと。はい。教会の神父があなたの対応をしてくれた。教会の神父はあなたから渡された本を見て、これは異端だよ。異端。この本をどこで、それを、はい、この本を信じてるわけじゃないだろうね。どういった、はい、うん、どういう内容が書かれてるんだい、それは。内容としては、これは魔術の本だと。悪魔を呼び出す術などの、そういう、召喚方法などが書いてある本だということを説明してくれた。なるほど。そうしたら、依頼で、まあ、悪霊の家を調べていることを牧師に伝えて、うん、あ、神父か、神父に伝えて、うん、悪魔、まあ、謎の、まあ、現象にあったと。症状現象にあったんで、はいはいはい、その悪魔の、まあ、その降霊術と書いてある本だったら、うん、その撃退する方法はないのか聞く。神父は、あの恋人屋敷のことかいと。そうだ。あの恋人屋敷に確かに不可解な現象が起きているという噂なら私も知っている。だけど、そうなのか。あそこには私たち神父団も何回か訪れたが、あそこに悪霊なんてそんなことは考えられない。そうっすね。どうせ、はい、あのノット氏の金儲けの話に君たちも釣られているだけなんだよ。そうしたら、まあ、右ももの多分怪我治療した後と、まあ、ナイフが浮かんでたっていう話を、まあ、信用を使って信じ込ませる。なるほど、これで信用使うね。はい、いいでしょう。じゃあ信用100で合ってんな。ダスロール5です。成功。本当に5かよこれカルキン運吸われてるんだ。100面だよね、本当にね。100面。成功で。はい、わかった。じゃあどうやら君は信用ができる男のようだし、うん、その傷のことも君の中では嘘ではないだろう。だけど私たちの中での信用というのがある。これ以上あの事件に私たちは関わらせないでくれ。そう言って神父は去っていった。
マジかよ。はい、引き止められないんですか、これって。これは無理だな。無理か。あ、他には人にいないんですか、うん、他の人、教会の中か。はい。まあ、どうやら教会の中の誰に聞いても、トップの人がああ言っている姿を見てしまった以上、同じ結果になるだろう。なんかそういう魔術に詳しい人を紹介してもらうこともできないのか、これは。魔術というのをそもそも教会では否定しているっていう。なるほど。うん。困ったな。教会の跡地って誰か言ったんだっけか。さっきカルティが落ちたところや。あ、落ちたところか。ああ。じゃあ跡地に行ってカルティで合流しようかな、俺は。ああ、了解了解。じゃあ教会の跡地で。はい。じゃあここでカルティ合流したにしようか、もう。おう。はい。カルティとモチドックが合流。あれ、あ、おっちゃん、どうったん、どうしたん、何しに来たん。あれから進んだんか、俺の命かけて救ったけど。いや、俺の命があかんかった。随分ボロボロになってじゃないか。ボロボロもボロボロよ。お前に手当てするためにもう右肘、膝の右腕のあの布を削ったせいで、もったいないことした。本当に頼むよってか、生きてたんか。なんか川渡りそうになったけど生き返った。あ、まあ、まあそんな話はどうでもええよ。本当になんかあった、ここ。いや、なんかね、さっきね、あそこのさ、穴開いてるとこあるやん。 あそこら辺落ちて、まあね、なんか空洞になってて、で下降り落ちたのよ。まあ、怪我もしたんやけどね。そしたらなんかね、まあ、あたり見回したら、まあなんつうんだろう、骸骨が2体くらい横たわってて。2体おで、なんかね、お、怪しい棚もあったんや。おでもね、なんか棚の前にね、釘あるから、ちょっと怪我した。なるほどな。そう、あとね、一番怪しいのが、そこを見てみ、あそこの、あ、もう左、もうちょい左、じゃもうちょい左だって。そこ見んなって。見てって見て、ちゃんと見て。 あそこわかる、あの目みたいな形。あ、あの Y のやつか。そう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 、 Y? のやつね。そう、あそこ、あれ近づくと頭ごっつい痛いの。なるほど。近づいてみ、ちょっと。いいか、近づけって。ベビーになってさ。 いくつだお前って。28とかやろ。近づけって、ここでモチドックが、あの記号に近づいたことにより頭に違和感が走る。よし、おいおい、ふざけんなお前。よし、どうだった、どうだった。気分が悪い。よしよし。他に手がかりはないのか、これ。あのね、特にない。だからでもね、一番あの目みたいなのが怪しいで、近づくとやっぱ違和感あるじゃん。あれやっぱめっちゃ怪しいと思うよね。ただね、やっぱね、何があるか分かんないから、とりあえず近づいたらこっついた、うん、なるほど、うん、ただね、地下のね、あれ散策したんやけど、したいんやけど、うん、ちょっと間抜けやから全然、ちょっとしかも怖くて、骸骨でビビっちゃってた。ちょっとそうだから、ちょっと、しかも俺まだ12歳やん、うん、で怖いからちょっと行ってきてくれ。12歳やん。ちょっとな、行ってきてみて。ちなみにこの本は母国語でなんか調べたら、この目のこと調べられたりしないのかな。ああ、目の方を調べるのか。ああ、この本と照らし合わせてかなんかで。何その本。これなんか屋敷にあったんだよね。目の方は調べることができません、今は。できないんだ。今はどうする、屋敷に戻るか。え、それとも調べる。あれ、うん、あの書籠は、書籠は1階の部屋を調べている。ん、屋敷の、屋敷の一人で大丈夫なの。まあ、あいつは運がいいからな。あ、大丈夫だろ。運がいい。え、幸運大丈夫なんだか。じゃあ、まあまあまあ、まあ、大丈夫ならいいんだけどさ。じゃあとりあえず、じゃあ調べてみるか、さっきのあれを。地下、あ、行く。じゃあ行ってきて。よー、一緒に行こう。一緒に行くだって。ビビっちゃうで。今回漏らすで。
まあまあまあ行こうか、じゃあ一緒に一緒に戻れるんだよね、行っても行くなら二人で入るだね。うん、じゃあ一緒に、じゃあ調べよう、うん、入る。じゃあ二人で入るだけど、さっきカルティが地上に抜けれたっていうのはサイズ40のがあるから無理やんじゃあ持ち毒のサイズは65と。ああじゃあちょっと待った、俺入れねえから、うん、やっぱ失礼に見入れはする、するデレイはしないってことか現状の状況ではね。あなるほどね、うん、何かしらで出るようにしないといけないから。いやまあ、いやまあいいよ、じゃあとりあえずじゃあ入ろう。だってサイズ40なら出れんでしょ、俺だけ出れるじゃん、カルティが出るよでしょ俺だけ出れるでしょ、じゃあ入ろうよ持ちドックは現状だと出れないっていう、うん、あでそうだ、入ることはできるんでしょ、2人とも入ることはできる、じゃあ入ろう。まあいいのかそれで、俺はいいよ俺はいいよ、そりゃそうじゃあちょっと外で待ってるよこれは。待つならいいかね、だって2人じゃないと入れないじゃん。いや、そしたら、どうしようかな。今言ってたじゃん、神の言葉で。二人じゃないと入る。入ろう。よし。いや、二人じゃなくても入れるけど。二人じゃなくても入れるけど、入るはできるけど、出るのは、今現状の、では、状況ではカルティ一人しか出れないよっていう。でしょ、まあ、うん、まあまあ、最悪さ、ワンチャンサバイバルでなんとかなるかもしれないから、入ろう。うん。よし、入ろう。じゃあ、二人入るね、地下ね。うん。はい。はい。じゃあ次、ガルさん、はい、もうワンターンずつにして終わりにするか。はい、ガルさんや次のガルさんのターンで終わりにしようか。はいはいはい、うん、じゃあとりあえず俺のターンで、うん、でガルさんが今モチさんと別れて物置部屋のそうね、物置部屋の棚を開けて本が出てきたのか、うん、え、今日仕事してんの俺だけじゃないいや買い物行って帰ってけえへんやつおるし、そういや俺結構仕事したけどな、なんか病院から出て行って合流した途端仕事押し付けてくるやつおるしいいよ、さんどうしよう、とりあえずあれか別の部屋かな。1階の扉を、はい、さっきもちさんと情報共有はしてるけれども、はい、あと開けてない部屋はあと2部屋、はい、には1階にあると。じゃあそのちょうどちらっかやでかね。そして、まあ、はい、地下には行ったことがあると。はい、であと2階はまだ未探索という状況だね。地下1人で行ったら新規しかせえへんから、まあ1階の空いてない2つ部屋、okay、のどっちかに、うん、じゃあ1階の2部屋、残りは自分から見て手前と奥の2部屋がある、うん、まあ手前から行きますか。じゃあ手前の部屋を、開けますと。はい、開けたところ、ここは2つ目の物置部屋のようだ。この物置部屋には、古い家具が置いてあるが、壊して薪ストーブで燃やすぐらいにしか使い道がないようなものばかりである。なんか棚とかもない感じですか。そうだね、ここには特に物はないですね。物はない感じか。まあパッと見何もないし、次の部屋負けちゃうっていけます。 OK、 はい、じゃあ次の部屋、はい、隣の扉を開けると、ここはオーバーコートをかけておいたり、長靴、帽子、傘などを置くところである、うん、ほう、リビングのストーブに使うための石炭の袋も いくつか置いてある。おー、そして通用口が3本の差し金と2つの鍵で固く締められているということにガルさんは気づく。通用口、通用口、多分
地下と繋がってるのかな。あ、本当に外に繋がってるタイプだね。普通に、はいはいはい、あの1階の玄関とは別の裏口みたいなイメージかな。うん、はいはいはい。とりあえずその鍵のかかってる通用口を開けれないか観察してみる。観察。観察かな、はい。OK。じゃ観察いきましょう。はい。成功率が、あ、観察か鑑定か。鑑定だね。鑑定 50%。はい。お願いします。振ります。50だけど、これ何なの？よし、成功だね。おー。あなたは、この鍵は今まで見たことがないタイプの鍵。はい。どうやらあの屋敷の鍵では開かないようだっていうことは気がついた。はい。以上。あ、はい。もうワンアクション行こうか、ジャガルさん。はいはいはい。非常口が使いなさそうやな。コートが置いてあって、石炭が置いてあるんでしたっけ。そうだね。長靴。はい。ゴム長靴か。ゴム長靴。うんうん。ゴム長靴、帽子、傘。そして、石炭の袋。はい。石炭の袋を調べてみる。石炭の袋を調べる。OK。はい。まあ、これは特に必要ないでしょう。あ、はい。石炭の袋を、まあ、開けて調べると、うん、石炭の袋は石炭しかなかった。あれ、ハズレっすね。石炭の袋に石炭が入ってただけ。そうだね。持っている方、いや、持っててもしゃあないよな。あとは、その服とかも調べてみる。ああ、オッケー。じゃあ最後、服。はい。を調べ、服はないか。服はない。コート。コート。まあ、コートかな。帽子と傘がね、あるのは。帽子と傘。帽子、傘、ゴム、長靴。帽子か。あ、コートもあるか、一応。コートもあるね。ああ、まあ、まあ、長靴の状態とかを調べてみる。根拠は特に何も、ないと。はい。うん。特に目立ったものはない。全部空振りか。あるのは、はい、この部屋には、一応通用口という、まあ、裏口みたいなものがあると、うん、それが3本の差し金と謎の鍵で2つの鍵があると、うん、ちょっと開けれそうにないと。そうっていうところですね。はい。次カルティとモチドック。はい。やっと来たか。二人とも地下に行ったでいいんだよね。うん。うん。仕方なく。はい。じゃあ、地下の情報、まあ、OK かな。うん、いいよ。大丈夫。うん、俺、何回失敗したと思ったな。いや、とりあえず、まあ、あそこに棚あるよ。うん。で、あそこに骸骨似たようなおるんよ。うん。やべ、見ちゃ、危ない、見そうだった、危ない。あっぶねえ。で、どっち探索したい？骸骨か棚ってこと？そう。棚を、いや、骸骨、どっちがいいかな。骸骨見て身元わかるんかね。いや、まあ、まあ、どっちでもいいよ、最初。まあ、どっちに、両方調べるのか。うん、調べたい。じゃあ骸骨から行こうか。じゃあ骸骨2から行こうか。じゃあ骸骨2に、うん、モチドックの目星50やろ。50だね。振って。これはモチドックが OK ならそうする。やってよ目星。いいだろう。やってよ目星。よっしゃ行ってこい。行こう。ビビれビビれ。骸骨にモチドックが振るね。うん、50%。50%。はい。
あ、来た1。よあ、クリティカルバグってるよなこれ。結構カルティ以外バグってな。骸骨を調べて、モチドック、どうやらこの骸骨が生前着ていた衣服は随分上等な絹のようだ。盗賊かな。ふとあなたはこの絹の布を取って、あなたたちが落ちてきた穴を眺める。ああ、すると、うん、絹の後ろから、あ、絹の後ろでね、光につけて、落ちてきた穴には随分と凹凸が多いことがわかる。おう、どうやらこの出っ張りを利用すれば外に出ることもできるかもしれない。なるほど。いや、これで外には出られるという感じか。ただこれには当伴のスキルが必要になるだろう。なんだ当伴って。当伴なんぼだ俺。当伴全員初期者だろ。20だ。まあ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 、一旦置いとこ、一旦。まあまあまあ、一旦ね。ああ、なるほどね。オッケー。これだけか。あともう2アクションをカルティとモチドック共用で2人。じゃあちょっとあの棚やってきてよ。なんか、まあ任せてけ。なんか死んで運が戻ってきた。じゃあ棚に目星。棚に目星。オッケー。成功率は 50%。オッケー。では。え、もうバグってるわ、6。バグってるバグってる。これクリティカル？いや、クリティカルではない。4からか。うん、4から。成功。モチドックが棚を調べたところ、その棚の中に朽ちかけた教会の記憶類を見つける。どうやらこの棚の中には他にも日誌と魔導書があるようだ。お、魔導書。あなたは、いや、あなたたちはこの記録をの日誌と魔導書の魔導書を一冊ずつ読み、一冊ずつ見つける。カビ古く古い日誌の方はページをめくるにつれてバラバラになってしまう。まあ本が腐ってるとはね。しかしウォルター・コービットという名前が二人の目を引く。ウォルター・コービット。そこにはウォルター・コービットがコービット屋敷の地下に埋葬されたことが書かれており。ああ、なるほど。それは本人の希望と闇の中で待つ者の希望によるということだ。そして日誌の隣にはラテン語で記された非常に分厚い本がある。ラテン語読めんて。ラテン語なんだ。だがかなり腐って虫が食い荒らしており、中身を読むことはもうできない。読めんなこれは。ただこの本自体を持ち帰ることはできるのかもしれない。はい、あ、持っていくか。持ち帰ろうか。オッケー、終わり以上。オッケー。もうワンアクション。あ、いや、あの本の説明はオッケー。本の説明終わり。もうワン。じゃあもう出る。何もないから出ようか。じゃあ俺は普通にスッて出られるでしょ。カルティは出られる。じゃあスッて出まーす。まあカルティはその、まあ今の俺だったら出れるはず。モチドックは出る。でどこでどっちから？凹凸のところある。凹凸。凹凸の方。じゃあ当伴の方で行くのね。うん。当伴 20%。今の俺だったら出れる気がするぜ。失敗しろ。失敗。後半 20%。あ、もう余裕？いって。クリット？本当に100面マジで？本当に100面だよ。えぐくない？バゲってるなこれ。待って。えぐいな。これのクリティカルなんて想像にないよマジで。あ、スライムみたいに出たみたいな。それくらいやろ。カビさんできたか。うん、死に帰ってからマジで。え、産地回復でいいんじゃない？いや、産地はさすがにちょっとあれだな。
何でしょう。体力あの1、まあ、回復。それこそあなたは、あなたは、崖を手づかみで登ることができたと。うん。太陽の光を見た瞬間、なんか、一回死んでから、おじいちゃんが俺のことに、俺のこと生きろって言ってる気がする。そう言って、あなたは運の月が10回復した。幸運？幸運。やった。おお。すみよ。惜しかった。やった。幸運が10プラス。うわ、いいなぁ。わし、怪我しただけやんけ。お金もなくなってるよ。いや、お金なくなってない。いや、だって、買ったもんでも使っちゃったやん。まあ、消費はしてるから、ね。消費はしてるけど、お金はあるから。まだね、19、19だよな、カルティは。そう。いや、でも探索した甲斐はあるよ。本人が。じゃあ、ラスト、ガラさん。はい、まあ、一人でうろちょろするの怖いよな。え、1階で情報ありそうなリビングでしたっけ？あと。1階は一応全部の部屋も入ってるね。はい。情報がありそう。なのは、1階は特にないかな。2階行くか。2階に行きます。OK。2階に登ると、そこには扉が3つある。手前、真ん中、奥という、うん、あ、ごめん、4つだね。ごめん、4つ。うん、はいはい。うん、4つあって、それぞれ手前から順番に並んでいる扉があると。うんうん。どこから入るか。手前から一番。OK。一番手前。はい。一番手前は、これ鍵はかかっていないね、当然。なんだけど、うん、開けると、浴室のようだ。2階に。ね、俺もちょっと思うけど、浴室には、流し台と浴槽、はい、そして水のタンクが上についた水洗トイレがある。はいはいはい。タオルなども家族4人の分がまだ揃っている。はい。浴槽には塩気を含んだ水が溜まっている。塩気？うん。蛇口が緩くなってきちんと閉まらず水が滴っている。水道通ってるのか。これテンション的にどうなんだろうな。なんか廃屋やから止まってんかなぐらいで思ってたんですけど、そこまでこの塩気っていうワードは多分関係ないような気がするな。ああ、はいはい。うん。水道が、で、まあシャワールームがあると。そうだね。まあ、水のタンクが上にあるっていうのが、まあ、うん、雨水だったりとか。ああ、はいはい。うん。そういうのを利用してる家なんだろうなっていうニュアンスで言ってくれればいいんじゃないかな。うんうん、ああ、なるほど。うん。水道とかではなく、そうそう。溜まってるものを使ってるだけと。そう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 。とりあえず。もう、リアクションにしようか、ガルさん、最後。手前から2番目の部屋に移動しましょうかね。OK。手前から2番目。はい。まあ、部屋の真ん中ってイメージだね、じゃあね。そうですね、はい。OK、OK。この部屋を開けると、この部屋には小さなベッドが2つ。あ、それと、おもちゃ、はい。それと、洋服ダンスがある。うん。壁に飛行機の絵とカウボーイの絵が貼ってあり、子供たちの寝室であることがわかる。うんうん。棚とかはなくか。そうだね。ここも、ここは特にないね。なんか調べれる場所がないな。ざっと見て回る感じで次の部屋に行きますかね。OK。ラスト、ワンクションじゃ。はい。じゃあ今いる位置からは、手前の扉と奥の扉が一個ずつあると。はい。どっちに行くか。じゃあ、手前で。手前の方。はい。ここは、
開けると、この部屋にはベッドフレームとむき出しになったベッドスプリング、はい、空の洋服ダンスが一つある。もう空だ、使われていなかったようだが、部屋の作りは他の寝室と同じようには見える。ただこの瞬間あなたの鼻にひどい悪臭が漂う。悪臭のする方を調べる。どうやらこの悪臭は階段下から来ているようだ。1階か、また、はい、うん、唐突にズシンという大きな音を響かせる。まあ、そんなもんな。ズシン。いやでも調べるもんないし、危なそうなんで一旦家から出て終わりかな。一旦屋敷から出る。そうですね。一旦階段を下るとかね。そうですね。はい。階段を下ると、あなたの目の前に、あなたは息を切らし、階段を降り、地下の、はい、あ、違う、1階の、玄関の方に向かっていく。はい。あなたが1階の階段を降りた途端に、1階の天井から何か血のようなものが上から落ちて、1階に血だまりを作っている。また、不快な音。いや、これは窓ガラスを引っかくような音だろう。窓ガラスを引っかき鳴らすような音が聞こえ始めた。おお、はい。あなたはそのまま恐ろしくなり、玄関の元へ走っていき、はい。外に出ることができた。ああ、よかった。ただ、さっきの超常現象を見たあなたは、小気道に6面ダイス1回。ここに来て。6面ダイス1回。じゃあ振ります。はい。6でーす。マジか。36かな、じゃあ今。そうですね、はい。オッケーオッケー。ここまでにするか。オッケー。いや、終わんなかったな、今日で終わると思ったら。ね、いやー、もうワン、でもワンタッチも終わんねえからな。チャンネル登録といいねお願いします。今ならチャンネル登録高評価 100%。 次回の動画もお楽しみに。おすすめ動画もチェックしてね。ほなバイビー。